どうも、いなです。ピンポン。今日はですね、お家での撮影です。はい、ということで今日やっていく企画は何かと言いますとですね、ドレッサーのもう使わないであろうコスメを断捨離していこうと思います。もうね、どんどん新しいコスメを買っていくと使わなくなってくるコスメたちがねあるんですよ。なので今日はこの動画をね機会に整理もしていかなくてはいけないので、今日は思い切って断捨離をしていこうと思います。コスメがね大好きな私にとってはね結構辛い企画なんですけど、頑張りたいと思います。レッツゴー。はい、今ここにね目の前にコスメがあるんですけど、このねどんどんちょっと捨てていきたいと思います。でもね、ちょっとここの引き出しから片付けていこうと思うんですけど、でもねちょっと前にコスメをね結構大量買いして2020年入るちょっと前くらい、入ってからと入る前にちょっと買って、でその分やっぱドレッサーにも入らなくなってちょっと捨てちゃったので、捨てるコスメがあるかどうかなんですけど、しっかりでも見極めていこうと思います。はい、いらないコスメはねどんどんこの箱の中に入れていこうと思います。でもあるかな。でも言うてこれがもうなくて、ないんですよ、もうこう薄っぺらくて。これも リピート概要にあるんですけど、なぜか取っといてあるのでこれは捨てたいと思います。ありがとうございました。すごくいいので、日焼け止めと乳液が入ってるので、それ保湿もすごいされるし、本当に日焼けがしないので、私最近なんか顔がすごく白くなった気がするんですよ。ファンデーションかもしれないんですけど、これをねすごいずっと顔に塗ってます。どうしよう。でもちょっとこのどっちか、これ今すごい迷ってるんですけど、あっても使わないと思ったものは取っといても仕方がないので捨てます。めちゃめちゃ。でこちらのキャンメイクの BB クリームなんですけど、これ化粧下地とファンデーションがこの1本に入っててすっごいいいんですけど、結構明るいんですね。捨てます。ありがとうございました。ただここの引き出しはおしまいですね。はい、今箱の中はまだ3つです。はい、そしたら次はここの大きい引き出しを整理していこうと思います。ここにはなんかいろいろ入ってて、アイシャドウとかチークとか本当にバーって入ってるんですけど、ここを整理していこうと思います。なんかねとりあえず詰めてる感じがあるんですけど、ここは本当に使うものしか入ってないかな。ここはエチュードハウスのこの種類のパレットが入ってます。このパレットはね本当にずっと使ってますね。すごい好きです。こちらなので捨てません。でここら辺がちょっとインテグレートのアイシャドウなんですけど、色がつくかって言われるとあんまつかなくて、白とピンクを持ってるんですけど私にはあんまり合わなかったかな。なのでこれは捨てさせていただきたいと思います。これがねいいっていう方もね中にはいると思うんですけど、私のメイクには合わなかったということで捨てさせていただきます。ごめんね。これねまじょまじょのチークなんですけど、これ結構前に買ったのね。であんまり使ってるかというと使ってないんだけど、結構可愛いんですよ、パッケージというか入れ物が。また可愛いなって思ったら買おうかな。メイク始めてすぐの時に買ったので、もう多分2年前とかなので捨てたいと思います。キャンメイクのクリームチークですね。これあんま使ってないな。持ったものを捨てなきゃなんだよね。あ、もしかしたらあったら使うかもって持って取っといてるからダメなんだよね。捨てるか。捨てます。ここよね問題は。でもエチュードハウスの単独アイシャドウとかも結構使うから、これ全部エチュードハウス、あ、全部エチュードハウスのものなんですけど、いや取ってきます。これは結構本当に使えるので、取っておきましょう。はい、そしたらここの終わりですね。心が痛い。やっぱ使わないコスメとかって出てくるから整理していかなきゃいけないんだろうけど、なんかすごい嫌だ。でここです。あ、これは使わないかな。セザンヌのチークスティックなんですけど、これも結構前にねゲットしてちょっと危ういので
これ使ってない、私1回くらいしか使ってない。もうなんかマニキュアに見えるじゃん、こういう、これ チークなんですけど、これあの見た目が可愛くて買ったんですけど、あの本当に使ってないね。してます、チューブ系のキャンメイクのアイシャドウ使ってないですね。出ましょう。でキャンメイクのラメとかあれ使ってないの。クリームでもハイライター、でもハイライトあるんだよね。しよう。だってさ、これさ4箇所入れる場所があるの、ここなくなっちゃった。はい、そしたら次アイシャドウですね。こんな感じで入ってるんですけど、これ全部キャンメイクが入ってるんですけど、この色使わないな。私結構茶色とか濃いめの色を使うんですけど、これねピンクと紫可愛いと思って買ったんだけどね、その時はね。してます。あ、これは底見えしてますね。じゃん、僕前に買ったのでしてます。見て、2個なくなった。そしたらもう違う方のこれね、めっちゃずっと使ってた。本当に結構好きなのこれ。なんかこれ3色あるんだけど、これねノーズシャドウとかにも使えるし、すごいいいんですよ。本当にね、ユッキーこれ捨てよっか。インテグレートのこの色使ってないので捨てます。ありがとう。これもいいかな、ましょう。で、アイシャドウ4つ捨ててる。また新しいアイシャドウ買えるね。でもこれで、ここはチーク類が入ってます。ここを整理していきますか。言うてね、シェーディングを最近買ったので、キャンメイクのシェーディングをずっと使ってたんですけど、最近はでこのシェーディングを最近使ってるので、キャンメイクのシェーディングが使わなくなったので、これはこの機会にね捨てたいと思います。本当に今までありがとう。チークね、結構私買いがちで、最近はオレンジっぽいチークとかちょっと茶色がかったチークにハマってたりとかしてるので、これくらい濃いピンクはもうあんまり使わないかもしれない。その可愛くて買ったんやけどね。これはファンの方からいただいたやつです。でもここの赤とかめっちゃ可愛いから、あ、このチークね、未だに結構使ってるの。でも最近使ってるの01番かな、こっち。こっちがちょっとオレンジかかってるんですよ。こっちが結構ピンクなので、ピンクの方をね、捨てたいと思います。これも結構メイクを始めた頃から使ってるので、ちょっと結構前なんですよね。なのでやめます。だいぶもう、ちょっと汚れてきてるのでね。これケイトの、こうね、チークが、こうチークブラシが付属の、チークブラシがねこんな感じになってるんですよ。こうやって使える、捨てます。一個空いちゃった。でもこれで買いますね。ここの引き出し終わりました。あー、なんか今箱がこんな感じです。わかるかな。買うときは結構使うと思って買ってるものとかも、やっぱ新しいものを買うとさ、そっちを使うから忘れちゃうんだろうね、多分あること。はい、ここの引き出し終わりです。ここのね、鏡の中の引き出しに行きたいと思います。ここの鏡の中、一番上がね、こんな感じでパウダー系とかが入ってますね。クッションファンデだったりとか、このクッションファンデ最近これなくなって買ったので、こっち捨てます。すっぴん パウダーね、この前ドラッグストアでリピート買いをしたので捨てます。じゃん、ここに入るようになりました。今までね、ちょっと場所がなくて入れなかったんだけど、いいね、断捨離で。マスカラとかこんな感じであるんですけど、これはマジで整理した方がいいなって思う。ブルーのこの
からはメイベリンのブルーを買ったので捨てたいと思います。これもだいぶ前に買ったので捨てます。これは自分のに合わないんですよね、迷いますから買ったので捨てます。これも結構前だね。これは本当に使ってないで捨てます。よく使うマスカラ類がこっちに入ってるんですけど、これはこれめっちゃ使いやすいの。でもほら見て、もうマスカラ自体が固まってて、結構前に買ったんですよ。だから捨てます。2個あるので前の方は捨てます。結構スカスカになった、使ってないので捨てますこれね、キャンメイク茶色バージョンで捨てます。これは捨てましょう。あ、これも捨てます。結構パンパンだったけどスカスカになりました。はい、今箱がこんな感じです。だいぶ重くなりました。そしたら最後リップですね。こんな感じの無印の登山ケースに入れてるんですけど、これを今から整理していきます。一段上はキャンメイク類が入ってるんですけど、最近買った方を取っとこうかな。私ね、結構濃いめの色が好きなので、こういう薄い色はもう使わないかな。これ自分で買いましたね。この辺も使わないかも。すごいですよ、私がつけても似合わないんですよ。します。こんな感じになりました。じゃあ2段目してます。うん、この辺してよかな。この辺してます。でもここら辺捨てるものないな。あ、でもこれ使わない、ここら辺使わないので捨てたいと思います。これも使わない、これとかも使わないでしょ。これも自分で買ったんだけどもう使わない、なんか全く取れないみたいなリップなんですけど、マジで使ってないこんな感じかな。もっとなくなると思ったけど意外とだ。もうセザンヌのリップは結構3本ともいただき物だから捨てるとか考えられない。こんな感じかな。リップも整理できました。そしたらこんな感じです。お世話になってきたコスメたち、総額いくらなんだろう。これ結構捨てたよね。私意外とないかなって思ったんですよ。こういつもドレッサー見てる感じ、必要なものとかもあるから。でもね、これからも新しいコスメを買っていくについてやっぱ整理はしていかないといけないのでね、今回はこのコスメたちとバイバイしたいと思います。ありがとう。はい、ということでね、今回は私のコスメの断捨離の動画だったんですけど、2020年これからも多分新しい色だったりとか新色だったりとか新しいパッケージのねコスメとかも出てきて欲しいってなるので、この機会にやっとね、いつももうもったいなくて捨てられないコスメたちをね、この動画をいい機会として捨てれたので、しっかりと感謝をして捨てたいと思います。結構意外と整理してみると出てきたりとかもするので、ぜひね皆さんもやってみてください。すごいやっぱ綺麗になりますね。はい、ということで今日は断捨離動画でした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。